行きましょうか。おい、はい、そもそもそのマンデリン製法をやるときに、はい、入れた特殊生成、特殊生成、はい、流通が及ぼす品質への影響っていうので、うん、なんで品質が安定しないのかとか、割れ豆かけ豆が多い理由、うん、あマンデリンとかに、はいはい、そうそうそう、あと大手商社が、はい、なんで続々 と、まあ、スマトラから撤退していくっていうのを、はあはあ、ちょっと一言で言うと、このスマトラの豆っていうのは買いづらいんですか。そうですね、難しい、はい、産地の中でも、産地の中でも特にトリッキーな産地の一つ。へえ。エチオピアも同じくなんですけど、ここは、スマトラの場合はどっちかというと流通、特殊生成と流通が及ぼす影響っていう。主な生成方法のおさらいなんですけども、はい、下からナチュラル、ハニー、ウォッシュ、はいはいはい、共通点としては収穫をして、はい、でナチュラルはもう呼んで字のごとくナチュラル、その自然のまま乾燥まで持っていくので、はい、ナチュラル乾燥、実がついたままってことですね。そうそうそう。でハニーの場合は、はい、ウォッシュの場合も同じやけども、はい、果肉を取ると、うん、パルピングっていうので果肉を除去して、うん、でそのままミューシレジが付着したまま、乾燥に最終工程まで持っていくのがハニー、はい、果肉除去をしたやつをヌメヌメしてると、うん、なかなか豆同士が、あの、はい、パーチメント同士がくっついたりして、はい、乾かしにくいので、それを発酵、水につけたりつけなかったりっていうので、うん、とりあえず発酵を促して、うん、このミューシレージを分解して推薦していく、うん、だからここでウォッシュがあるから、うん、このウォッシュ土になっていくと、うん、であとの工程は基本的に一緒です、はい、レスティング、熟成をさせて、ここまで水分値ずっと徐々に乾燥させて、はい、水分値 11% ぐらいまで持っていくんやけども、うんうんうん、どうしても、豆の中とか外とかで一定ではないので、はい、ここで熟成させることによって水分値を均一にさせる、うんうんうん、ここの工程が抜けていくと、イオンに入っていた時に斑点のような白いポツポツが出てったりとか、水分値の、なんか白ふやけとか、 なんか白豆みたいな感じですかね。それが、不安定な水分値の時に持ってきてるからって。なるほど。で脱穀、はい、で脱穀、この時のことを英語でハリングっていう、ハリング、はい、その後ソーティング、選別に入って輸出されていくっていうのが、まあ、基本主なメジャーな生成工程で、ここハリングのところを黄色くしてるのは、はい、今回のスマトラ式っていうところがかかってくるんで、今回なんかえらい春っていうことをめっちゃ聞きました。そうそうそう、そこですね。でその前にまずはなんでエチオピアとブラジルはナチュラルで中南米はウォッシュドが主流なのかってなると、はい、まあ立地環境とか天候によって左右される生成方法っていうところで、はい、ナチュラルの、コーヒーを作ろうとした時に必須条件になってくるのが土地が広いとか、うんうん、場所がある、やっぱりかさばるんで、はい、で乾燥期間も長いので場所が必要、実がくっついてるからですか。そうそうそう、はーはー、大体1ヶ月ぐらいかかるので、はい、で気候も雨があんまり降ってると乾いてる途中にまた濡れたりするとなかなか乾かない。なるほど。である程度乾燥期間が必要やと。はーはー。で、コーヒーが中南米に流れていった時に、うん、ブラジルとか、うん、エチオピアに比べて雨が多いというところで、はい、なんとか早く乾燥させないと、はい、ナチュラルで最初作ってもどんどんまた雨で濡れて、はい、で乾燥して濡れて乾燥させてって繰り返すから、早く乾燥させるにはどうしようっていうので剥いちゃおうと、はいはいはい、見よう、いうのでウォッシュド加工が、ほうほうほう。でその後、スマトラ、はい、もちろんもうここは、アジアの熱帯雨林気候に出てくるんで、はい、さらに雨がめっちゃ多いと、はい、いうのでチェリーを剥いてウォッシュド、はい、ここでももうもっと短縮できひんかってなってくるんで、ここのパーチメントの状態からパーチメントも剥いちゃおうっていうので、はい、世界で唯一生豆の状態で乾燥させていくのが、スマトラ式。なるほど。で濡れてる、はい、ウェットなパーチメントを、はいはいはい、ハリング、だからウェットハルドで、英語ではスマトラ式のことをウェットハルド。はあ、そうなんですね。なんか言うてあった、その日本だけそのスマトラ式っていうっていう、そうですね、マンデリンとかスマトラ式っていうのは、はい、言いますよね。日本だけで、英語ではウェットハルド、ウェットハルドっていうの、現地ではギリンバサール、ギリンバサール、ギリンがウェット、あ、バサールがハグ、ハルって意味です。なるほど。でさっき言ってた先生のおさらいが、はい、白黒の状態で、うん、じゃあウェットハルドが何が違うのかと、お、収穫、果肉除去、はい、発酵、うん、水洗までは一緒、うんうんうん、でここで、パーチメントになると、はい、でここを水分値 30% ぐらいで乾燥さすんですね、はい、またここはパーチメント、はい、濡れたパーチメントの状態、うん、それをガバって読むんですけども、はい、この水分値だから果肉除去をして、はい、ここまで持っていく状態の濡れてるパーチメントのことを現地でガバって言います、うんうんうん、でその状態濡れたウェットなパーチメントのものをハリング、はい、脱穀するのでウェットハルドっていう表記になっています。なるほど。で、出てくる生豆、はい、パーチメントを脱穀すると生豆が出てくるんですけど、この生豆も
もちろん水分値が高いので、はい、湿った生豆、はい、のことを現地でラブーって言います。ラブー、これか。で、それをまた乾燥、はい、12から15% ぐらい乾燥していくんで、このやや水分値が高い、まだ12、15では、輸出規格には満たない、はいはいはい、これやとカビのリスクが出てくるので、なるほど、水分が多いから、だからさらに最終乾燥はする必要はあるんですけども、はい、その、まあ、やや水分値が高いコーヒーのことを、生豆のことをアサラン、はい、アサラン、はあ、でスマトラだけはこういうふうに生豆とかパーチメントの状態によってそもそも名前が違ってくる。他は基本的にここはもうチェリー、はい、ここは果肉除去した後は全部もうずっとパーチメント、パーチメント。スマトラ式だけは水洗終わって一次乾燥が終わった濡れたパーチメントをハリングするので、ウェットハルド、その状態のことをガバ、うん、それで出てきた濡れた生豆、うん、他の産地は絶対見ることが多くないんですけど、はい、その状態をラブー、ラブーで、それをさらに乾燥して12から 15% まで持ってたものをアサランっていうので、でその後出てくるのがグリーンビーン、通常の、生豆ですね。はあ、これがちょっと大きく、そう、ここがややこしいっていうか、そう、他の豆と比べて全然他の産地は使わない用語なので、うん、僕も初めて聞いて、これがあって今回の訪問でめちゃめちゃガバ買ってる人とかラブ、買ってる人とか、どうするんだとか、そうそう、質問、これが分かってないと質問ができない。全然分かんなかったんですよ、これが。買ってるのはそもそもガバで買ってるのか、ラブで買ってるのか、アサランで買ってるのかによって、うん、この仲介業者の立ち位置が変わってくるし、うんうんうん、その時の水分値はどのぐらいで持っていくのかっていうのも、うん、ここも一応、目安として水分値 30% って書いてるんですけども、はい、仲介業者によってはそれを 35% とか、はい、下手したら 37% まで、うんうんうん、もっと柔らかい状態で脱穀する人もいますし、それはちょっと様々なんですけど、一例として一応 30%。 なるほど。やっぱこれ高い水分値で買うのは比較的損にはなるんですか？高い水分値、例えばそれが、はい、アサランよりもラブの方が安く買えます。あ、はいはい、ガバの方が安く買えます、はいはい、その分手間がかかる、うん、手間今かかるだけじゃなくて、水分値が高いイコール重量が重いので、はい、最終的に生豆になった時のメベルも計算して値段を考えていかないと、うん、アサランよりもちょっと安いからってやって、でも同じように手間暇かけて乾燥して最終的にアサランだったらこっちの方がよっぽど高かったっていうことになりかねないので、はいはい、その辺は経験則としてみんな分かってる。なるほど。今の説明をなるべく丁寧にしたつもりなんですけど、はい、それでもあんまりスマトラ式って普段聞き慣れない、うん、感じなので、それをもう一個なるべく図解でちょっと説明しようっていうところで、はい、まずは農家さん、はい、ファーマーが比重選別して取ってきたチェリーを、はい、で、一次選別をして果肉除去を行うと、これも他の産地も一緒、うん、でそこから発酵してミューシレージを、発酵分解していって、はい、水洗ウォッシングしていくと、うん、でウォッシングしたやつをスキンドライって言って、あのボタボタ水が落ちないぐらい、パーチメント動かすときにべっちゃべちゃの状態やったら、はい、水が滴ったり滑ったりするので、はい、外側だけ、だからスキンドライ、周りの皮の部分だけが乾燥したすることを、他の産地でもこれをやります、全部じゃないんですけど、はい、うちの産地でやってるので1日もしくは2日置いたりするのが、まあ、さっと水が切れるぐらい、ほとんど1日ですね、数時間、スキンドライ表面だけ乾燥を軽くさせる、水切りみたいな、へ、数時間から1日2日やるのをスキンドライ、でここまでの工程は基本的に、はい、他の産地と一緒です。あ、ウォッシュとかもここまで一緒ですよね、はい、だからコロンビアであろうが、エチオピアであろうが、はい、まあ、エチオピアはここではないんですけど、うん、それもメキシコであろうが、はい、デーサイ農家さんはみんな自家生成してるときはこの工程を行うと、水分値がそのこの時点、はい、スキンドライしたやつで30から45%、うん、まあ、正確に言うと大概40から45%、はいはいはい、でこの状態をガバって言います。これガバ、ガバですね。でこれがここまでが農家さんの仕事、はあ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 、で次に、もう一回繰り返しシスコ用に言うのが、はい、濡れたパーチメント、ウェットパーチメントことガバ、ガバ、はい、で乾いてるパーチメント、はい、通常だからウォッシュの生産地ってこれで取引されるんですよね、うんうん、ガテバラにしろ、はい、コスタリカにしろ、うん、これをドライパーチメント、はい、ここではドライパーチメントって言うんですけど、はい、他の産地ではドライパーチメント以外ありえないので普通にパーチメントっていう、ああそうですよね、うん、あ、脱穀するだけの状態ですよね、そう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 、ドライパーチメントって。でナチュラルの場合はチェリーを乾燥したりするんでドライチェリーっていう言い方をする、はいはい、で通常のウォッシュとかはパーチメント、はい、ナチュラルは乾燥チェリーをそのまま脱穀して、はい、軽く焙煎をしてカップをして、うんうん、でどれぐらいの欠点が入ってるのか、はい、どのぐらいのスクリーンサイズなのか、はい、どんなカップなのかっていうのは取引をするときに実際カップで品質検査ができるんですよ、うんうんうん、スマトラの最大の難しいところはこの状態で取引されるんで、はいはいはい、濡れたパーチメント、うん、また濡れてるんで焼けないんですよ、はい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 、で言ったら品質検査っていうのがそもそも成り立たない、なるほど、っていうのがこのスマトラの一番トリッキーな
はあ、だ他の産地とかだったら、まあ、この状態で買って、まあ、自分のとこで剥いて焙煎してとかできるんですけど、これはできないできない。次の最重要ポイントっていうのは、まあ、1つ目がここなんですね、はい、だ大手の、撤退とか不安定な品質の根源っていうのがここで、はい、この状態で青田買いしなあかんってことは、その日その時その場で、はい、その人の品質がいいかどうかなっていうのは判別できない。どうするかっていうと、今年だけコーヒーの商売をする人ってなかなかいなくて、はい、何十年もやってる人がほとんどってなると、毎回買って持ってきてくれる A さんのコーヒーは最終的に乾燥までやって生豆に出来上がって実際カッピングをした時にいつも美味しい、はい、もしくは B さんのやつは、カッピングはそれほどもないけど欠点はめちゃくちゃ少ないとか、それぞれやっぱ特徴が出てくるんですよ、はい、で例えば C さんは、このウェットパーチメントの状態は結構綺麗なんやけど結局最終的にカップも良くないわ、蓋開けてみたらスクリーンも小さいわ、欠点も多かったと。するとそれが経験則になって分かっていくと、やっぱり仲買いにも商売なんで、C さんよりも A さん B さんから買うようになるんです、はいはいはい、下手したら A さんのやつはカップもいいわ欠点も少ないわ、じゃあやっぱ特殊な、農家さんっていうのがやっぱり出てくるんですね。そうなると C さんは元よりあまり買いたくないとB さんは買ってもいいよ、A さんの場合はもう他に持っていかないでほしいと、うちにも全量持ってきてくれたら全部うちで買うっていうので、もう最初に言い方聞いたんですけど、つばつけるみたいな感じで、専売契約みたいな。そうなんですよ、前もって A さんに あなたのコーヒーにすごい気に入ってるから毎回うちに持ってきてねっていう約束をもう長年やってると、はい、それともう個人的な付き合いもできるし、信頼関係も生まれるのでっていうので、金曜日に市場リントの市場に一遍行くんですけど、そこでも、濡れたパーチメントは取引されますから、ガバってなると、そういう一般市場で市場で売られてるようなパーチメントというかガバは必然的に A さんのやつではありえないんですよ、うん、A さんのやつはそこに持っていく前にもう仲買いに持っていくというのは決まってるんで、だからここのコーヒーは B さんもしくは C さんのコーヒー、はい、で、基本的に大手の商社の、はい、特に外資系とかってなってくると、利点といえば大きな資本投資をする、はい、で中央集積所とか CPU って言ってセントラルパルピングユニットとかで水洗工場をドカッと建てるんですね。あで周辺の農家から買い集める、はい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 、でメリットは一気に買って一気に精製をして、はい、でちゃんと一気に乾燥をさすので、まあ、安定して、均一な品質が作れますよっていうのが最大のメリットになってくるのと、あと圧倒的に効率がいいのでその分、効率がいいので価格も、抑えられます、はい、だから、いいですよっていうのが大手の最大の売りなんですけど、うん、逆に言うとここにも同じく普通の一般の市場と一緒でここに持ってくられるコーヒーってやっぱり B さんもしくは C さんのコーヒーしかありえないんですよ、うん、A さんのコーヒーは絶対もう前からいつも付き合ってる、はい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 、人にもう縄張りみたいな感じで囲まれてるんでっていうところがあって、だからここで大手に集まってくるのが B か C もしくは C が多いとかってなってくると、うん、値段はA さんと同じような価格で買ってるので、はい、最終的に品質が悪いと、はい、やっぱりどうしても安く売らなあかんとなると、うんうん、品質が安定しないわ利益は出ないわっていうのでどんどんこう悪循環が陥っていくので、なかなかコントロールが難しい、うんうんうん、だからスマトラに至っては決してその資本投資お金で解決できる市場ではない、はい、ああなるほど、もうその経験じゃないわ、ね、年数つけてきた年数というか、そうだから現地の仲買人がいかにどのぐらいのネットワークを持って、はい、その人たちとどういう関係性を持って、うん、で彼らがしっかりその品質を見極めてるかどうかっていうので、うんうん、もう本当に泥臭い、現地の付き合いっていうのがすごく大事になってくるのがこのスマートナのポイント。だからこそ、で彼らはこの仲買人、はい、こっちはプロデューサーもしくはコレクターっていう、コレクターって聞きました今日、はい、このプロデューサーとかコレクターっていうのが仲買人の総称になっています、はい、で他の産地では、ファーマーもプロデューサーも同じような言葉で使うんです、はい、なんかイメージ的にそうですよね。そうなんですよ、スマトラだけはガバ、はい、濡れたパーチメントで買ったコレクター、うん、もしくはプロデューサーは、うん、それを再乾燥させて自分のところで脱殻をしてまた再乾燥していく、うん、まさにこうプロデュースをしていく、うんうんうん、自分で品質を作っていくっていうのを担うので、ちょっとその辺の立ち位置が、うんうんうん、ちょっと違う他の国とは、はい、で彼らはやっぱり今伝えたように過去の実績からどの農家とかどの村落が高品質な原料ガバ、はい、を持ってるかっていうのを熟知してるので、うんうんうん、通常の市場に出回る前に高値で買い取って、うん、大手の資本投資によるさっき言ってたね、中央集積システムとかでは、うんうんうん、そのうぞうむぞうの原料が集まってくるので、はいはい、品質が合わない、はあはあ、
で同じく市場で一気に買い求めたところも原料っていうのがやっぱり言い方悪いんですけど二級品みたいな感じになるので、うんうん、なかなか難しいのが大手の運営で、うんうんうん、それでやっぱり撤退していったっていうのがあるのと、あとはもう一つは、撤退の別要因としては、はい、まあ、大手の、STBX っていうね、大手の世界大手のロースターさんが、はい、かなり総生産量の半分に近いの先物買いに、あ STB、 あ、はい、ここによる先物買いによってもう赤字でしか走れない、ああ他がってことですか、うん、というのは、年間生産量の半分を買い上げるんですよ、すっげーな、濃い量 STB、 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 ここまで大きく買うと、はい、各輸出業者でしかも、このぐらいの大きくなってくるというか大手商社とか大手ロースターは、はい、今年のクロップを今買うなんてあんまりありえないんですよ、はい、基本的には来年のクロップ、うん、次の秋のクロップを今の段階で、買い付けるっていうのが多くて、すると今から1年半年後1年後の価格がどうなってるのかなんて分かんないじゃないですか、うんうん、その時点で買おう、もうすごい量買うんですよ、うん、で輸出業者としてはどうなるか分からないから、うん、本来ならば高値で売りたい、でも量が量なんで、うんうん、安くしないと買ってもらえないんですよ、うん、だそこで価格コンペが生まれると、で希望的観測でいやあと半年後になったら相場が下がってるかもな、もしくは、半年後になったら為替が落ち着いてるかもな、うん、半年後はもし1年後はもしかしたら生産量が上がってるかもなっていう、うん、確固たる根拠がないまま安く売らざるを得ない、うん、でその時点でもう今の段階で言ったら大赤字なんですよ、はい、でもその希望的観測に応じて売らないと、はい、でもこんな商売って本当は成り立たないからやりたくないんですけど、やらなかったらさすがにこの大手の商売がなくなると選別工場との稼働率がめちゃくちゃ下がっちゃうんですよね、それはそれで赤字が発生するっていうので、もう苦肉の策で売るしかない、安値で売るしかないというので価格ポンペが生まれて、皆さんご存知のようにここ3年だけじゃないですよ、もうここもう10年ぐらいインドネシアの価格っていうのがずっと高い、ずっと上がってるので、はい、半年後のコーヒーを売って、はい、半年後にどうなってくると今でもまあ赤字やってるのに半年後大赤字になってるんですよ、それを何年も繰り返してると毎年毎年数億円単位で下手したら数十億円単位でロスが生まれる、はいはいはい、その出口が見えない、うん、っていうのでどんどんもう撤退してるんですね、はい、損切りをして撤退してる大手商社がほとんど、あでもその先物っていうのは他の国も同じことなんですかね、そうですね、フューチャーでヘッジをしたりとかっていうのであったりするの で、はい、でそれも、上がったり下がったりっていうので、うん、それのリスクはもちろんあったりするんですけど、そうですよね、先物フューチャーでヘッジするとか、はい、ディファレンシャルだけ決めておくとか、うん、為替がどうするかっていうのはもちろんあるんですけど、はい、ことインドネシアにおいては、はい、やっぱり品質がすごく不安定、ここ10年、うん、常にもほとんどずっと減産傾向になって、はいはい、不確かなことでなるべくリスクヘッジはするんですけども、買ったり負けたりがやっぱりあるんですよ、うん、だから儲かる時もあれば、はいはいはい、損をする時もある、うん、これも他の産地も同じなんです、うん、ことスマトラに至っても10年ずっと負けっぱなしで、それがさすがに無理だろうっていうので、うん、やっぱりどんどん撤退していく上に、うん、ガバで取引するもんなんで、はい、改善の糸口が見えないんですよ、なるほど、パッと品質動向っていうのがっていうので、例えばそれ普通の、商社さんっていうか他の国であれば、はい、こういうスーパー大手のやつが難しいっていう判断であれば、じゃあちょっとずつ品質に目を向けて、うん、もちろん数量も大事やけども、やっぱり品質でやっていこうっていうのが、まあやり方はいろいろ、認証でもあったりとか、うん、システム作ったりとかっていろいろやり方はあるんですけど、うん、ことインドネシアスマトラにおいてはこのガバで取引するっていうのがほとんどの場合なんで、うん、なかなか難しいのが最大の山。なるほど。そのガバはめちゃめちゃいいけど、ラブとかさらにするときでそこは下手な業者とかっていうのもあるんですね。それがまさにこのコレクタープロデューサーの腕の見せ所。ああ、なるほど。で彼らは買ってきたガバを、はい、二次乾燥で水分値を 30% ぐらいまで持っていくんです、はい、この時点では 40-45% ぐらいなんで、で、水分値 30% まで落ちると、うん、はい、そこで一次乾燥、まあ二次乾燥ですね、ここで一回一次乾燥してるので、で二次乾燥を促すと。なるほど。このプロデューサーというのは乾燥屋さんというか、あ、そうですね、ざっくり言うと乾燥脱穀屋さん、乾燥脱穀屋さん、はあ。この 30% のまだすで、これ多少乾いたんですけども、はい、まだ言うたら湿ったガバ、うんうんうん、ここは言うたら濡れたガバ、うん、湿ったガバ、水分値 30% のガバを脱穀、はい、ここでウェットハルドという言葉が出てくるんですけど、はい、ガバを入れると、すると脱穀して出てくるのはもちろん生豆が出てくる、世界でも珍しい湿った生豆、これがラブ、ラブ、うん、でもちろん当然ながら水分値が高いので、はい、脱穀時が結構調整が難しいです、だから、幅をどうするかとかスピードをどうするか量をどうするか水を入れるのか入れないのかとかっていうのがいろいろで、ゴムに変えるのかってやり方はいろいろあるんですけど、あ、そう、脱穀機ですか、脱穀機のところ、はあ、調整をちゃんとしないと柔らかいんで、はい、効率よく
回そうとするとなるべくあの通っていく幅を狭くするんですよね。ほう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 。だから押し出されてどんどん向けていくんですけど、狭すぎるとぐしゅって潰れちゃう、ひしゃげた豆ができやすい。でも開けすぎるとスカスカで向けないんですよ。はい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 。だからここの調整がちょっと、トリッキー。ああ確かに、なんかこうマンデリンとかでその潰れてる豆とか、うん、先っちょがこうなんだろう、歪みみたいにパカッと割れてるやつとかは、潰れてるやつ。あれはその、まあ、ここで生まれたり、はい、あとは乾燥時に踏んでしまったり。ああなるほどなるほど。何しろここの出てきたラブっていうのはまだ言うたら生柔らかい、柔らかい豆なんで、はい、まだ水分値高い状態、うん、これを今度じゃあ三次乾燥していく。はい。でこれで水分値 15% ぐらいまで持っていくのがこの朝なの、うん、っていうので水分値12から 15% まで第3次乾燥を行うと、うん、っていうので生豆の状態で乾燥させるので手入れる作業が必要、脱穀について割れやかけまでの原因が発生しやすいのがここの段階、うん、ああなるほどなるほど。何しろもう生豆の状態で雑にこうトンボかけたりすると、はい、ぐちゃって浸水したりもう長靴とか潰れてしまうと潰れたりするので、うんこの辺を丁寧に、もうこれを丁寧にやればやるほど手間と暇がかかるので大手にはやっぱ向いてないんですよ。効率的にやろうと思うとさっき言ってた幅の調整みたいなところで、はい、何度も何度もかけるわけにはいかない、一回でやろうとするとやっぱり幅狭、なるほど、それ効率はいいんやけどもひしゃげたりとかっていうの でどん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 乾燥していこうぜっていうのでザーッとどんどん粗くやっていくとひしゃげたり割れたりしていくっていうのがあったりするので、はいはい、この辺もだからさっき言ったみたいにガバの品質はせっかくいいのにここで閉じて品質が落ちるっていうのは全然可能性的にはあります、はい、なるほど。ここを完璧にするためには、はい、生豆の原料のところをしっかりいい原料を、はい使うあの集めることがまず最初になってくると、うんうんうん、だからここのいい農家さんを捕まえることが一つと、はいこの乾燥とか脱穀を丁寧にできる、うんうんうん、でしかも彼らとの関係性がいいっていうこういうコレクターといかにつながるかっていうのが、うん高品質なスマトラを作る最大のポイント、うんうん、ただこれも一石一鳥でも難しいですよね。すでにもう彼ら長年その10年も20年もずっとやってるので、うん、もう確固たる信頼性ができてるところがあるので、うん、新参者っていうのがやっぱりなかなか入る、なるほど、特殊市場がこのスマトラ市場です。